東塩尻信号場は、かつて、長野県塩尻市に存在した、日本国有鉄道中央本線の信号場である、電報略号は、霧。1906年6月11日の小野塩尻間、開通後、1939年に輸送力増強のためスイッチバック式の信号場を設置した。設置から10年後に、東塩尻地区の住民の利便性を図るため、 信号場のまま仮乗工場扱いで旅客扱いも行うようになり、乗車券の発売も行っていたが、営業キロの設定はなかった。通常の臨時駅、仮乗工場同様に、塩尻方へは、小野駅からの小野家帯は、塩尻駅からの、それぞれ営業キロを適用し運賃を計算した。1983年7月、緑湖経由の新ルート開業。 在来区間の支線化に伴い、信号場の北東の新線上に開業した緑港駅にその役割を譲り同年10月に廃止された。現在も跡地には線路やホームの移行、駅名標のかかっていた枠が残されている。車内から撮影スイッチバック式で着発線が2線あった。ホームは短く1両分程度の長さしかなかった。しかし、停車列車は 全てのドアを開けるため、乗車位置によってはホームがなく、地面から直接乗降する必要があった。タツノカタにトンネルがある。東潮尻狩り乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。